さあデッドバイなんだこの衣装まあ海とおばあちゃんとイラプ安定だよな。これしか使うパークなくね正直で今回もシャドウを使って、前回使ってやっぱりやりやすいなって思ったな。なくても全然いけるんだけど、まあまあ普通に、あ俺押しなかったごめん、普通にやりやすいっていうか見やすい。やっぱなんか PS4 の時のいつかのアップデートでなんかちょっと滑らかになって、それから必要なくなったんだけどね。つけなくても全然いける感じになって、まあ、それから結構つけてなかったけど、最近またつけ出したらやっぱり見やすいなって感じで、さあ今 PTB やってんのか、あの起き上がるやつ。どうなんだろうな、ちょっと見たけどやばい感じするよなフィニッシュ森もどうなんだろうな、まあ、時間短縮っていう部分ではいいと思うけどね。最後のハッチ戦とかグダグダ延々やるよりね、サーティーン、いやーこれ怪我してる人もよかったかな。やりやすいな。恵んでゆく。もったいね。あこの人お伏せなんか。そこにこだわるね。あーもったいね。もったいねーこれ。
い。ケイ。まあやりやすいわ。やだ。いやーもったいなさすぎ。いやうまいことタゲ変えられたな。やってない上か。やってない。思いのほか固まってる？あ、いるわ。固まってるっちゃ固まってるからな。さあどっち救う？
はい。あの人起こされたか。回してないね。お、諦めた？この人。あー、これは二人で回復したか。諦めた感じ。離れたところで2人で回復したかな。そらまあ釣られてる方はやる気なくすわな。おい、あ、この人釣ってないんだよな。あー、もったいね。いや、マジやりやすいわシャドウをこんな変わるもんか。精度上がってる気がすんだよな。うい。これなんだっけ。ブロックできるやつか。サバイバー側でブロックできるやつね。まあそこ戻ると思うんだよね。おい、この人終わり？終わりだね、この人は。さあ、初勝負。やっぱ釣られてる人の近くで湧くんだよな。最後しかもゲートがめっちゃ見える。これかわいそうじゃねえ。いくらなんでも。キラー有利すぎるやろこれ。このゲート
これはなんでこんな近くにゲート、なんかさ近くに生成されること多くなったよな、あのゲート。これ何なんだろうな。これどうしようもねえやん、サバイバー。あー、溜まってねえ。でかうまい。はい。よし。間に合ったぜー。いや、やっぱこのパーク安定だわ。イラプやっぱ強え。イラプション、海に呼び声とおばちゃんももちろんだけど、安定だな、このパーク強すぎる。ただもうこれがさ強すぎて、他のキラーでもこのパークじゃないと やれないよな。ってことで、あ、ストライク珍しい。ってことで、ではでは。